神奈川県は横浜市より来ましたパンコです。ペンコです。今回沖縄県、沖縄県の方にはどういう、感じでいらっしゃったんですか？はい、去年の5月に結婚しまして、それで新婚旅行で初めて残波岬の方に来たんですね。残波岬ロイヤルホテルで、そこで観光しているうちにこの読谷村のラブになりました。読谷に宿泊されて感想いかがでしたか？もう最高です。最高最高ですっていう、なんかどこが一番良かったですか？横浜で住んでると全ていろんな面で慌ただしいなって感じることが多々あるんですけど、ここは毎日が子供の時に味わった夏休みのような夏休みの朝が毎朝訪れるっていう、もうそこにもう最初にドーンと感動が訪れました。そうですね、やっぱのんびりとやっぱりゆっくりとした時間を過ごせるのと、あとやっぱりいつね、時期が時期なのもあるけど、横浜だともうこの格好じゃいられない、もうパーカー、長袖でパーカー着てっていうのがやっぱりまた、ね、沖縄に来ると2度の夏休みを味わえるところが時期的にもすごい好きなところですね。いや、ちなみにこの FM 読谷はどうやって知ったんですか？前来た時に、はい、たまたまなんかお店でラジオが流れてたのが FM 読谷で、そこからいろいろネットで調べてたらやってる、でしかもネットで聞けるというところで横浜でネットで聞いてます。ユーストで、ね、ユーストで、ありがとうございます。最初かけた時に川口京子さん、ウチナテムス、あれが流れて、あの CD も売ってますよ。あ、もう買いました。買ってますすごい、いつも車の中で聞いてた。あら、そうですか。また今回、この読谷村に来られてなんかどうですかよく行く場所なんてあるんですか？はい、ガーラ青い海のところにあるサンゴ畑というところに行って、行けば必ずそのサンゴの移植をさせてもらう。そうなんですね。じゃあ最後に、今ラジオを聞いている皆さんにもメッセージを送っていただけますか？もうぶっちゃけて言いますけど、海外行くぐらいだったら読谷村に来た方がものすごくその自分の人間性が豊かになるというか、いろんな日々の疲れが癒される、そしてまた新しく自分たちの生活に戻ってまたここに来るために頑張るっていう、そんな気持ちにさせてくれる、それが読谷村かなと思います。ありがとうございました。パンコペンコさんでした。ありがとうございました。